どうもーえー、どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね、えー、今日は10月3日、もう10月、あー、今日も現場ばらしてやらせてもらうんですけどね、つーことでっていう、まあちょっと遅刻、なんかな、これ、なんだっけ、えーと、ニコ生、なんだっけ、ライブエンコーダーうん、が、なんか使えなくなるよってアップデートかけってめっちゃ時間かかるんだけど、これ、マジで。 おお、めっちゃアップデートに時間かかるんだけど、これっていう。おお、うまく買いすぎってことで。まあその辺の話はね、ちょっとおいおいっていう。うん。そうそうそう。えー、バックアお疲れ様でした。まあね、まあねってことで。まあその辺の話はおいおいってことで。うん、そうそう,そう。えー、今日はファンに対して真面目に説明して、何をみたいな。何をみたいなね。そうそうそう。おえオータんで買うなっていう。まあオータのね、もう今日で終了ってことで。うん、まあ俺は、あのー、まぁ、古筆で現地ってわけじゃないんだけども、うん。 まあ、おいおいな、うん。おいおいで、シパウマ4通ってっていう。まあ、おいおいなっていう、ちょっとちゃんとカウントしてほしいな、みたいな。そうそうそう、いうことで。まあ今日はね、あの、明日出走って、昨日ね、あの、原はるさんもやっていただきました。テンプスうん。もうね、ほっとこう、ある意味、もうすでに JRA の道は、これもう、ロードトゥー・ JRA? うん。初出走への道は、 ま、始まってんだよね、みたいな。うん。え、お金あったんだよね。お金は、まあ、ないんですよね、実は。うん。まあ、そこはちょっと、おいおいっていうね。そうそう、生き取ったおい。おいっすってことでね、もう、めっちゃ生きてる子もう頑張って、あ、どうもー、お久さん本日も来てくれてありがとうございますってことで、えー、地方競馬でマネしやってます。ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、今日は、まあ、今年ね、あのー、JRA の、あの、免許を晴れて取りまして、一口じゃない全口です。ってことでね、どうぞよろしくってことで。あの、地方から、まあ、二勝して、再転入を目指す、 あの、マイネルテンプスっていう、まあ、そのままの、まあ、どうするんだみたいな、どう行くんだっていうちょっと情報を、まあ、お届けしたいと思いますってことで、うん。ま、あ本当で JRA、地方競馬とはやっぱりちょっとこうステージ違うぜっていう、おその辺をお届けしたいと思いますんで、よかったら聞いててください。じゃじゃんってことで、おそうそうそう、おいや、ほんとね、く、もうほんとここは、勝負だな。おこれ、 まあ万が一ね、まあないと思うんだけど、まあ惨敗なんてことあったら、もうほんと自殺するしかないんで、マジで。うん。そうそうそう。オータムの買い方、インパクトありすぎて誰もテンプスの、なんだよこれ話、興味。なんか見てるけど、もうその話はおいおいから、今日はちゃんとテンプスに集中してくれっていう、そうそう。で、去っていきましたねってことで、そうそう。マこそ零細企業、セキュリティから、どういうことなんだから。だからなんか見てるけど、零細だろうが何だろうが、まあちょっと創業から、 おう今の2016、2017、2018、3年目か、うん、よく頑張ってま、まずは続いていること、まあ、これがすべてだよねっていう、うん、そうそうそう、いうことで、まあ、引き続きね、ちょっと頑張っていこうっていう、やっぱ JRA の、うんまあ、免許も取ったわけだから、まあ、ここはもうこれ、全力で維持していくしかないよねみたいな、おそのために何やらなきゃいけないって、もう当たり前なんだけど、まあ、馬をおう、まあ、買,う買い続けるっていう。 おお、もうたったそれだけうん。非常にシンプルみたいな。おお、で、そのために何しなきゃいけないかって言ったら、働くだけだろ、みたいな。うん。そうそう、いうことで。まあ、なんとかね、あのー、今のところ、まあ、生きてるんで、うん。まあ、この先は、まあ、あとは、もうその、馬を買って維持するだけ。そして、まあ、JR に入れる馬、うん。第一人として、今、まあ、今のね、例えば一切買っても、まあ、その、走るのは、来年か。 お来年になっちゃうんで、まず、まあ、早めにね、一発入れとこうみたいな。うん、ケイティブブレイブって売りねいくらっていう、なんだっけケイティブレイブって、ってだっけっておな,などの馬の話みたいな。おえー、特殊詐欺の ま、松さんこんばんはもうね、あの、名誉毀損で君をね、告訴するまじでお。法廷では法廷でっていう。うまさかの衛心からうまく買いすぎて、強ナーに袋叩きには松下あ、こんばんはってことね。ま、ただ、何回も言ってるけど、ちょっと君はね、あの、あのもう、騒動しすぎ。お追いおい話していくからって、ま,まず今日は、まあ、しっかりちょっとテンプス、うん、の話を、まあ、せなあかんやろみたいなお。そうそう、そちらだよみたいな。うん え年々差し押して1年早く出走させろっていう。ま、あそれで逆逆ならね、まだ。逆ならまだしもみたいな。おもう一歳馬なんてまだ、順地クラブを押したことないんだからっていう。うーん、そうそう。マイネルテンプラって、テンプラって何だよ、テンプスだよっていうね。そうそうそう。なのでまあテンプスね、まあちょっとまだ初陣なんで、まあ一応調教もね、まあなんとかね、まあとりあえずスムーズに、まあスムーズというかね、まあやっぱその、 中央でのダメージというかね、その使い込んできた、うん、伝統とかでの、まあ痛みはね、やっぱ若干あるよねと、そこをちょっと直しつつみたいな感じで、まあなんとか年内2勝して、まあ中央に戻る。まあそのルール的なものを言うと、今、まあ、とりあえず、マイネルテンプスっていうのは、中央の登録を、まあ抹消して、地方に降りてくる段階で、俺がまあ、あの、全口買い取りましたと。うん。で、その買い取った状態から、まあ地方で2勝して、 えー、行くと再転入っていうね、まあ、権利が得られると。なので、飯田先生に、ね、なんとか2勝させてください、お願いしますっていう、まあ、そこを本当して、まあ、お願いして、まあ、2勝したら、俺の第、まあ、なて言うんだろうな、第1投目、うん、記念すべきの JRA のまのになるとお。まあ、そういう話になっている。そうそう えおたすみ5日間で怒涛のことを購入税抜き万円さすがマンまあそこはね、おいおいって、まあ確かに、JRA に入ったがゆえに、まあこういう、まあ環境というか境遇っていう、まあこうおは、お箱お鉢お,はちお回ってきたよな、みたいな。うん。テンプス何がいつこうたんやっただいぶ前、だいぶ前。うん。やっぱり、まあオークション、最近まあ、あの、中古の馬売ってるよねと、あの辺の、 まあそのダートではなくて、まあ、ダート高いんだよ、もう、うん、2、300万しちゃうんで、まあ、芝、うんまあ、芝馬をまあ2勝させて、戻して、走らせるっていう、そのパティンな、うんまあ、それちょっとやってみようというので、まあ、そのテンプスにちょっと引く、そのなんだろう、いいなんていうのや、矢が立ったみたいな。 白羽の矢が立ったって。そ、そ、うだっけおうそうそうそう。おうえ、前にね、天福のレース、中央下がりたくさんで、誰が天福だよったら。天福ン天福っていう。おうなちょっとまあこれっぽいとこに入っちゃったんだけど、ただ、中央戻って、いや、勝たなきゃいけないんだから、まあこの辺のレベル、おは、もう余裕でかましていかなきゃいけないよね、みたいな。おやっぱ社長ってすごいな。まあ社長がすごいというよりも、まあ俺がすごい。うん。まあ俺は頑張ってるよね、みたいな。まあそこ認めていこう、みたいな。そうそう。おうえー、このなん 月で馬だ使っったんだよってまああの通算で言うと、テンプスも入れて、まあ、2000万ああ,、まあぶち込んでやったぜみたいなまあその交渉ね、うん、表に出てる金額としてみたいな、そうそうう、えー、マイネルトンプクの、ま、馬主松野さんはこトん、トンプクってなんだよな、っなんだけ風邪ひいたとき飲むやつじゃねえかっていう、風邪全然引かない、マジで最近。おめっちゃ元気みたいな、お2勝させたいのに山田敵衆のしてるところにやる気が見られない。まあ、た,ただ 焦っても仕方ないんだよ。まず初戦だから、あのー、とりあえず、 使うこと出すことが大事っていう。うん。まあ、作戦、作戦みたいなな。おマイネルパイプカット。全く違う名前だろ、それ。もうなんか、文字数オーバーしとるわ、みたいな。お元も買って820円なら安い方じゃん。そうそうそう。ま、あいろんな考え方あから。まあ、その辺は、おいおいね、おいおいっていう。うん。え、こすりめも購入しようってうまあそのお金じゃないからね。おあの、お金で買えないものは、あの、プライスレスみたいな。お金で買えるものは、マスターカード。あ、<laughs> 俺の、俺のメインカードみたいなね。そうそうそう。うえー、MKI 監視中、俺すごい詐欺はいるしね。俺別 別にすごい詐欺とか詐欺、別にそこは働いてないけどねみたいな。うん、まあ、別にすごい、すごくないというよりも、馬主として当然、うん、馬主の務めはも馬うう買うことだから、そして走らせることだから、うんまあ、それをただ普通にやってるだけみたいな。バカツ、まあ、昨日の人は友達ですかっていう昨日の人あ大原さん大原さんはねそうですダチですねということで。まあ、俺がいないなに 配信を台出しててくれるっていうお非常にい分かってんのテンプスとムツのが運命の出会いだってことはもちろんだよ、そんなもん。だそれは、やっぱり、なんて言うんだろう、このテンプスはもう、俺の元に来る運命だったみたいな。おやっぱそ、スペシャルウィークっていうところで、まあ、芝馬っていうので、だいたい素人は終わってると思うんだけど、俺は、 やっぱこの母系にあるウォーレリックと、まあスペシャルウィークはもともと持ってるそのブサンダー、もちろんバックスパサー、そもちろんそのマルゼンスキー,ーから来るやっぱそのパワー系が絶対にこれ、あのー、まあ、要はつながっていると、うん、いうのか買っているから、まあ、しばしばしてないけど、こいつはダートやれるというのはもうわかってるから、マジで。 本当は風邪ひいてるのに気づかない鈍感社長。かもね。まあでも、俺が認めなければ風邪ひいてないから、マジで。あんたの顔はってことで。まあ、ちょっとねちょいちょい出しこうかみたいな感じで。えっと、テンプスの出走関連のものは、 ないってことでね、ちょっと特にありませんみたいな、おー、いうことで、ちょっと場中をね、場中を出していかなきゃいけないので、NAR トップページを開きつつ、デスクトップってことでね、どうもえどうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、おー、なんかこのニコ生ライブエンコーダー、おーが、なくなるらしい。なんでこう、そういうことするのかなもう毎回めんどくさいんだけど、マジで。移行とか、もう設定変更とか、おー、そうそう。MUZ の方が買う前に、テンプスと会ってるけんあ、そうなの うん。合ってるってどういうことおう。ちょっとよくわかんないみたいな。 えー、信子が何と言ってるんだっていう。信子は何も知らないから。お,お金ももう貸してくんないし。てか、くんないしっていう。うん。松尾さん、破産に向けて着々と馬を買っておりました。だれ、だなんで君たちはな、そのなんか、悪い方へ、悪い方へ考えていくんだっていう。ポジティブに考えて、それを実現していけば、どんどん人生上がっていくだろうがっていう、マジで。いや、スペシャルウィークス3区、ダートはいるって、ゴールドブリッジとかローマンレジェンド。なんで、その、じゃあどうダートに出すかっていうのが、そもそもな。 おうあの、母系の受け方っていう、そっちなんだよ、だから。うん。えー、育成費ってお高くないですか育成費高いね。うん。正直今そのことは考えてない。うん、マジで。おうん。札幌競馬、札幌競馬に行ったとき、テンプス走って、マジでえ、いつ走ってたのお。あ、確かスーパーミッションやってたね。うん。なんかね、そう、ああ、マイネルも確か走ってたな、みたいなぐらいはあるけど。お。そうそう。まあまあ、じゃあそこからもう、 まあ俺のことに来るなっていう。負けたのってまあなんもまず走ってない。まあとか負けた。負けたけど、その辺の反省会はね、ちょっとおちょいちょいお届けするとしてだよ。うん。あの、まとめてね。そうそうそう。 来たぞ、栄心の馬ばっかり買いやがってって。まだそこはで、ね、ちょ、おいおいっていう、うんえー。だってお前、昔から馬券の時も詐欺だった誰が詐欺だよ、馬鹿やろ、マジで。さなんか見てるけど、詐欺って何みたいな。お君なんか何取ったみたいなお。なんだ、三田松の赤羽橋まで。本当に言わないで、マジで。個人情報さささないで。えー、テンプス中の調教とって。あのね、まぁ、あ、ちょっと、なんて言うんだろう。調教がけする馬じゃないから、でも普通に51秒台出してる。まあちょっとババ軽めだって言ったけどね。うん。 ままあ、まあ,あの基準はクリアしてると思う、マジで。うんえこんばんはンは4と落札の詳細発表。終わってないというか、まあ今今、時期ね、時期。うん、あの時期を改めて今日はテンプスの話。うん、台風で家と谷口番金大丈夫やなんかね、めっちゃひどかったよね、本当に。台風、大丈夫やったみんな。もうガタ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 アパート揺れて、もう眠れんかった本当に。 おうそうそうそう、えー。カスタバーを数だけ揃える。誰がカスタバーだったら走る前から、そういう風に、ネガティブな下ばっかり見てるから、お前の人生ダメなんだよ。だから。おテンプスに吸い付いてる見てみようか、うん。ちょっと見てみましょう。クリックってことで URL100、えー。8サボ個人3区、しわむきダートは無難にこなす程度、早熟のマイラーが多く2000以上のレースではスタミナ面で若干落取りつめんがね。まあ、そこはね、多分浅すぎる。お見,見るところがお。ウォーレリック何本持ってんだみたいな。 おで、スペシャルウィークの一番ポイントのそのブサンダから来るバックパサ、から来るマルゼンスキーみたいなお。そこちゃんと受けてるから。うん。そう、えー、出走手当てない。出走手当てないだったら、ま、そんなもん、ソノダ選ぶかよ、みたいな。おん。だってもかん、完全にだってもう転入場はくそやすいじゃん、出走手当て。うん。ゴルドブリッツの決闘ビビルズを知らんのかっていう。いや、全然、見てみようか。おうま、まあ、その前にみたいな。お,おな、ほら、基準はクリアしてるから、マジで。うん。 基準は、そうそうそう,う、えー、中央で走るような馬、買わなかったなっていう。 中央で走るような。ま、いや、もう全然視野に入ってるけどね。うん。ハゲた社長が馬主席で寝てた頃のテンプス頑張ったらどういうことやんだから。もうなんかなんか言ってるけど、その、ハゲで呼ぶんだろ、ハゲはっていうこれ。そうそう。え、初見です、松下さん、こんばんは、黙れハゲ。どういうことやんだから。もう今晩、挨拶、挨拶しても直後にハゲってなんで悪口言われなあかんねんってこれ。そうそう。社長なのにアパート住まいって、アパートだろ、普通に。おおでもこれワンルームワンルーム。うん。だ、今はそうだよ。 おうだも今は、今はって言ってたら、結局俺は無職からスタートしてるから、無職でで馬主になり、な、トレーニングセールで馬を買い、で無職のままだと今一でいけないから、その他にいるから、じゃあ大阪で働こう、工場で働きで、工場で働いたらお金足りなくなるから、じゃあベンチャーに行き、ね、ベンチャーで,でその会社買収されてしまったんで、じゃあ自分で会社作りっていう、おうそういうことや、だから。そうそうう えー、松野のネガティブ予想サイト閉鎖しろとネガ、ま、めっちゃポジティブだし、どんどん当たってみんなにもうなんか褒められまくってるんだけどっていう、おマジで風で家揺れた、めっちゃ揺れたよだから、ダバぬし全部でレクサス1台分で誰がダバぬしだよだから、何回言ってるけど、走る前からそうやって下んばっかり見てるからお前の人生だめなんだって言ってんだろうっていうお、早く気づけっていう。お いや、だから何回も言ったけど、おいおい、うん、オータムセールのまあ振り返り的なことはおいおいしてくからっていう、そうそう、なんで吉村ジョッキーは一番の馬に乗ってるのってことで、まあ、それは、まあ、どっちがいいかなって思った末、おそっちにしたのかなみたいな、おまあ、森沢先生とか、うん、そうそうそう、 えー、ようはげっていう。なんぼその、く先生ね、ちょっと、はげおばりやめてみたいな。一応、まぬしですっていう。うん。えー、アドレンダー。やめてくださいよ。威力業務崩壊で訴えますっていうね。そうそう。うん、えー、アンチ・英進なのに4頭も買うとか、気が狂ったかって。だから、ま、そこはね、おいおいって。まあ、俺も賞賛ちゃんとあるから、マジで。うん。テンプスの場中の過去レース分見てみ、松野インサポンとき、あ、マジでっていうね、これ、ちょっと待ってよ。えっ、ー、と、これ、9月の2日っていう。おい9月の2日なんて出てねえよ、俺。9月の2日ってなんだっけうん。 9月の2日って俺だ、だ何してたっけ覚えてないお。そうそうそう。うえー、どこまで読んだっけえーえー、自分だけ、中居手当9割ぐらい会社から救ってそうってうねえよ、そんなの。おだいたい、その9割もその自分だけって言ったら税金とかも本当大変だから、マジで。おな平等平等っていう。うん、えシャバダバダ。 三勝化すか三勝化すかみたいな。で、いつ外線文字になるのって。まあ、だから、何回も言ってるけど、一歩一歩の階段っていうのは、お俺も、もう中、中、中央、中央マネジ、取る前に、中央マネジになり、そして一勝して、で、さらに、重賞価値。で、中央にチャレンジ。そして免許を取るみたいなね。これ、順々だからっていう。うん。そうそうそう。うえー、しょうもないところで消しすぎた。せ、もうね、節約節約。おうもうほんとね、もう俺も今日も、なんだろう。おう,もう まあ、さっき買ってきたばっかりなんだけど、あのー、基本って、まあちょっとね、た体、今、ジョッキーの家庭系作っていかなきゃいけないアスリートとしてね、うん、あの、11月にレース控えてるから、うん、減量しなきゃいけないからっていうのもあるけど、まあ、やっぱこう、ちゃんと贅沢はしない。自分のお金っていうのを全部馬にこう捧げるっていうのは、まあ大事だよね、みたいな。うん、そうそうそう、光回線後で、引いたよだから、JRA のマンシになったら引いてやるって、本当しぶしぶ引いたわっていう、そうそう、ノーリズムが出てるなら、勝てる。 わけないじゃんどこにノーリーズンが出てんだよっていう。おどこにノーリーズンどこどこ読んでんだよ。リーズンだ、リーズンっていう。そうそうそう。えー、占い用途、走らない、破産、ハゲって、歯ばっかりでしたっていうね。どんまいってことだよね。そうそうそう、えー。浜松の友人が停電で4階のマンションに水が来ず、エレベーターが止まってんだよ。あ、そうなんだっていうね。なんかもう今回の結構台風もね、まずその地震、北海道の地震並みにね。 大変みたいな。そうそうそう。まあ今はね、もう、なんだろ、う、札幌も全然ね、あのー、まあうちの事務所があるから、うん。行ったんだけど、あのー、問題、な、ま、あ全くなしみたいな。そうそうそう。えー、半額弁当の毎日ですよ。まあ半額弁当でもね、全然いいよね、みたいな。うん。だから、なんか言ってるけど、もう、体つかなきゃいけないから、その弁当とかも、その炭水化物、糖質とか、一切取らずに、もう、とにかくし、もうね、めっちゃ、体、なんか、なんて言うんだろう。あのー、細マッチョ的な。 お多分これ、女子とか、もう抱いたら多分すぐ惚れるなみたいな、うん、かなりいい体になってますっていう、そそそうそうう、えー、なんか、下手せや松野の馬と俺が一口持っている馬がデビュー戦、同じになりそう、来年の夏、あ、そうなんだ、まあね、うちも仕上がり早い馬ね、結構揃えてるんで、そこはおやれるかなみたいな、おなその時はね、もうちょっと現地で会お現地でっていう、そうそう,そうお、山田騎手、9年で210勝手っていう。 9年で210勝、1年、1年二30勝ペースってことうん。ちょっとわかんない。まあまあいい,い,いんじゃないっていう、そうそう。う2走前の札幌レースでや出会ったあ、そうなんだ。お、ーん。えー、っと、んないジョッキー乗ってるやつ、これ、これね。お、ー8月25あ、確かにね。お、サマーセルの後に寄った時だわ、これ。うん。 確かに確かにっていう。そうそうそう。うまあだから、俺、まあその時は、お互いな。だいたいそうなんで出会いっていうものは、相手も自分も気づかない。ね、すれ違っていく。でも、結局は、運命の出会いっていうのは、その後再会するみたいな。おうそういうことおう。まさにテンプスと俺は、まあ中央に共にチャレンジする。おそして、まあ勝利を上げていくっていう、運命のつながりを持ってるんだわなっていうね。うん。そうそうそう。 えゴムすぐ破れるんだけど、空気抜かないとだめなのってそ、れそれはもうちゃんとあのはめるときに、ちゃんと勃起させておいて、上から順番にこプルルーンみたいな、プルルーンみたいな感じでねやるみたいなね、ううううんそうそうそう吉村207勝、森田と201勝っていうおおえ、いい勝負じゃないのこれあ、あ年間で <うん S 1> 年間だっけこれ。ということで、それは乗鞍とかね、何回も前も言ってるけど、馬がもうよしあしも関係するから。 うん、そこもゆったら,なゆったらゆったりいなみたいな、そうそうそう、うえ所詮は自信あるんだって、ぐらぐら揺れないけどねっていう、まあでも、まあ、この印がまあ示す通りだよねっていう、おうまあ、全然やれると思ってますみたいな、そうそうそう、うえススきノには言ったんですが、なんか何回も言ってるけど、俺はその私利私欲、を性欲含めてあの満たすためにあの馬主とか金稼いでるわけじゃないですと。 全身全霊全ての資産を、やっぱり、こう、馬に注ぐために、そういう、こう、なんか、あの、性、風俗等は、あの、もう今我慢します。行きたいけどね、めっちゃ。行きたいけど、やっぱその1万円、2万円を、まあ、馬の餌代に回してやる。 叱るべきなななんじゃないかなと思うわけだよ先生のので佐賀ねったねちょうど行ってたんでね、ハレオに乗ってもらったんだけど、まあちょっとね、なかなかハレオが行き、まあ、足つかず、まあ、いつも通り全然切れずみたいな感じで、おまあ、ちょっと力出し切れなかったなっていう、やっぱまあクラスがね、あのクラスだと厳しいかなっていうのはぶっちゃけあるんだけどね、おそうそうそう、えー、知っていう、何の話じゃないんだから、何の話じゃないみたいな、そうそうそう、いうことで、まあ全然、うん、やれるかなと思ってるけどね、これね。 おご覧の通り。ま、あさっきテンプスの話を言ったら、血統のところをちょっと教えてやろうか。うマイネルテンプス。おまあ、これ見た方がね、わ、まあ、かりやすいみたいな。俺が 生で松野さんのレース見ると、まず勝たないんだよな。だから生で見ていいって,って<笑><笑> <laughs> ダメだ、ダメブブーって NG みたいな。ぜひ見ないで、録画でお願いしますっていう、そうそう。うえー、テンプスの客室となって。まぁ、あ、ちょっとね、友が緩いところあるから、やっぱちょっとね、後ろからなっちゃうかなっていう感じはするんだけどね。おうまぁ、あ、まぁでも持ってるスピードでどこまでやれるかなっていうのはあるんだけど。うん、そうそう。で、中央デビューはいつだよっていう。まあもう免許持ってるからいつまいつでもっていう感じなんだけど、まあなんか長いな、これおう。とはいえ、こうやってまあ あの、入れる馬がいないから、おそこ待ちかな、みたいな。そうそうそう。まあスペシャルウィークはね、もうみんな分かってると思うけど、おまあこいつが持っている、このバックパサーね。うん。で、バックパサーのやっぱ、マルゼンスキーね。おこれが、まあスペシャルウィークは、その、ボケに入った時に、まあ今のこう、全般的にある、すがるい、そのね、あの、日本の血統の中でのパワーを補っていって、ボールも破裂して成功してるっていう、そういうことな。うん。そうそうそう。えー、 かつ、まあ、餌が違うんですかって。まあ、餌はね、まあ、多少それは違いはあるんだろうけど、まあ、ただ、大きくは違わない。うん。大きくは違わない。まあ、ただ、サプリ入ったりとか、いろいろ、そういう、あのプラスアルファあるかもしれないけど、まあ、いわゆる煙爆って言われる、こう、濃厚飼料、と、あとはもう、あの、いわゆる乾燥牧草、乾燥牧草っていうのかな、うん。 だから、おまあ、そ,そんなもんよ。うん、そうそうそう。えー、マイネルデンプンっていう。な,なんで炭水化物取らなあかんねんっていう。そうそう,そう、えー。ダックスフンドみたいな生まれてて。いや、これなんか、なんかちょっとなさっきにあ明日日が、明日日がおかしいみたいな。おで、あのー、バックパスターが持っている、その、パワー,おー、ラトルオーアードミラルを、まあどう受けるかと。うん。まあいうところに全てかかってくるわけなんだけども、どこだっけどこに入ってんだっけここかなお ま、やっぱこのね、ウォーレリックが、おぉ、これなまあ、このウォーワードもあるけど、まあ、やっぱこのパワーがしっかりと受けて、受け切れていると。まあ、ただ、全面的に出るほど濃くはないからねっていうところはあるけど、なくはないってこと個人だっけ持ってんのって。おあ、個人か。個人が持っている、このウォーレリック。で、ウォーワードも結構ね、ま、あま、あ本数入ってんだよ。だから、パワーでしくじることは、俺はもう、あの、しか、しかしてないけど、俺はもうわかる。 だーとはこなせると。うん。そうそうそう。うえー、マイネルの養分になる黙らし。だな見とまあ結果見とけみたいな。だから、君みたいに、やる前から諦めちゃってる人は、もう人生残念みたいな。おお、そうそうそう。うえー、ドーピングはいつ試すんで試しませんっていうね。その後、すべてはルール,ル,ールのもとに、あのー、遵守して頑張りますみたいな。うん、そうそうそう。うこの、フォルテのがね、だからむ、むむしろ効いてるって感じ。うん、そうそうそう。うえー 俺マルテンスキーの年上だマジでみたいな、マルテンスキー、これい、いくつだっけお ?1974 年、あ俺、俺、年下みたいな、そうそうそう、うえー、掲示板コミ読ムと飯田調教師はじっくりやりそうだなっていう、あね、飯田先生はね本当、やっぱ技術あるし、あのー、全くおう、あのー、不満なしというか、もうしっかりやってくれるなとは思ってる。 イダチョを教し使い攻めで馬が傷んでいる、後ろがうまくうまくやっているのは使えない、前だけで走っているから背中に疲れが出やすいということなので、俺が言った言葉か、これお本来ならば一度休ませて、後ろが使えるような訓練してから。 使いたいといたたととうことだったのが馬主が年内に2勝で中央へ再転入という目標を立っているらしいので、使いながらなんとかしていくという方針だし、年内に2勝だけど、地方で参勝できれば、もっと中央なら再転入が可能なはずだから、そのうちまた中央で走ることになると思うっていう、うん、まあね本当にそうさせたい、だそうさせなければ俺はこの馬をどうしたらいいのみたいな、おだ芝ないんだけど、地方にはみたいな盛岡しかっていう。 餌には。 人参とリンゴも混ざってるやっていう。人参、リンゴ混ざってねえよだからおうけけけ競馬場。競馬場のその会場見たことあんのっていう,う。うるせえはげだなって。配信だから喋らなきゃいけないでだろうっていうこれ。そうそう。うえー、馬主は裏情報あります。裏も思ってもねえよだから。今喋ってること全部だよっていう。おうそうそうそう,う。スマイルプロバイドにカネかね、岩清つけろっていう。ダビスタカヤムさん。それでダビスタ、それゲームダビスタじゃねえかよっていう。そうそう。うえー、決のうんちくは聞き上げた。いや、うんちくというかこれ全て真実だから、マジで。おういろんな人たちが血統をおろそかにして からこそね人のの行く裏に道り花の山だから俺はこそこをつくっていう。おうそれで、やっぱこう、差別化ができてるんだよねっていう。うん、でそれをこう繰り返すことによって、あの、千代丸としても成功するおう、まあ間いい。間違いないみたいな。間違いないみたいな。そうそうそう。うえー、しんちゃんの大間さん頑張ってるからコーヒーあげていい。ダメですね。それカフェイン入ったら、あの、ダメですみたいな。うん、あのなんか あのなんて最低位に怒られてしまうみたいな、うん、10月4日6レースでそのまデビュー予定ですね初めて尽くしたけどしっかりした気象のテンプスなら頑張って上位にならると思いますテンプス応援してるよ無事にうまくいくいいねなんかファンが多い馬なのかなこれおお、そうそうそうねえがん頑張るようにねち馬主ともども頑張りますよみたいなあの競馬サークルのそのまあ状況師含めてっていう、うん、そうそうそう タバラみたいに発信機試してみてっていう、もう完全に追放されとるやつやなっていう、そうそう、うん。のほとんど馬にぶち込んでるのか、お前リアルダブルしたじゃんって、そうだよ、俺リアルダブルしたタグつけてるだろうっていう、うん。だ年収というかもう収入、う足らない分は借りてでも全部ぶち込んでやってるよっていう、そうそう、うん。明日デビューなのか、まあ再デビュー ということで、今までもね、なんて言ったらいいのかな、これ、戦績。うーん。まあ芝だからね、これで評価は何もできるものではないかもしれないけど、まあ一通り的にもね、うん、まあいけてるよねって言ったら、ちょっとやっぱ緩いところもあって。 うん、なかなか、その、出し力くかなっていうと、ちょっとね、難しいところもあるからっていう。そうそうそう。えー、通勤用っていう。それはね、ちょっと高すぎるよね、みたいな。そうそうそう。えー、多分ん4着かな。本来なら友を休ませてないはずだからっていう。だ前ばっかり出してんだよね。友がこう使えてないっていう。うん、なんで、まあ、干潮にはね、まあ、遠いというのは、確かにその通りなんだけど、ただやっぱ、使いながらでもやっていかないとこういつチャンスあるかわかんないから。うん。だから、 ま、10月に2走まずはさせて、そこでのこう、ま、あ成績。もちろん今回も勝ちに行くんだけど、おもう一日も早く中央。だってみんな、見たいだろ、やっぱり。俺たちの馬が中央を走ってる。ま、あそのマイネルだろうが、スマイネルだろうがっていう。うん。そうそうそう。え人の道、裏にハゲ咲くハゲの山ってハ。ゲハゲてる、ハゲてばっかりだろうっていう。ハゲの山ってなんだよって、それ。そうそうそう。えテンプスの兄弟って結構走ってる。走って走ってる。うん。だからこの緩さの部分が、 まあ結局ねっていう、俺は調教でもなんとかなる部分あると思うんだよね、本当に。だからそこをしっかりとあのやるためにもねもう一回中央に連れて行きたいと。 おういうふうに思ってるけどね。そうそう。うあと1ヶ月ぐらい様子見で、えー、参照で中央じゃダメだったんですかって。いや、それでももちろん構わないけど、ただやっぱり、送れば送れるほど、あの、経済的に厳しくなるから。うん。だそこは一日も早くみたいな。そうそうそう。ハレオルートにはならなそうっていう。まあ、ハレオは結局ちょっと俺のまだ勉強不足で佐賀に入れてしまったんで、佐賀だとどうしてもそのクラスが上に上がってしまうと。おうだから、まあ、ハレオにとっては,しくは厳しいけども、まあ、まずはね、 彼は、まあ、7歳になるまで、待とうと。何年後 ?3 年後来年5歳、6歳、7歳、3年後ですね。頑張りましょう、みたいな、うん。そうそうそう。 頼みもせんのに延長は出すっていう別にあの頼まれなくても1時間で終わりますっていうね。そそそうそうそう,うえまた儲けたならお金貸して黒木っていう。お前まず金を返せって。何か見て、金を返してから話をしようっていう。そそそうそうそう,うえ俺たち俺に賞金くれるのかっていう。何か見てるけど、君らはな、なんか俺がこんだけ頑張ってるのであれば、むしろ金やろうかだろ。そっちの方だろうっていう。どういう精神してんだよっていうそ。うそうそううとりあえずダート適性が明日で分かる感じ。そそうそう,そうだから俺のその決闘論。うん まあ、配合論おお。だから、この、な、一切ダート成績がないのに、いや、この決闘だったらダートこなせますって俺が判断しましたと。おお。なまあ、その、パワーモリモリじゃないけども。うん。それがまさにね、その、どう、どうなんだと。真実なのかどうなのかっていうのが、まあ、証明されるよねっていう。そうそうそう。 えー、ユーストからジェニイーンを知っている自分としては、相場にもっと頑張ってほしいと思ってるんです。もっと頑張れ、ジェニューン。ありがとうってことね。俺はもう頑張ってるよ。もう全力で。全力疾走。毎日っていう。うん。だから働いて、お金、どんどん稼いで、そので馬を買うというだけですよ、本当に。そうそうそう。えー、睡眠、睡眠、睡眠不足。今日もいつもの睡眠不足みたいなねお。あったねっていう。これなんだかあ、ちょっと飛ばしちゃった。ラフィアのうん。 アフィアンのってことでそそうそう,そう,う、えー、マイネルの馬なのに中央在籍時に JRA 指定交流使わなかったんですね。いや多分ね、そこもね、まあ芝、うん、がやっぱ使いたかったから、結局それでチャンス逃しちゃったっていうのがあると思う。うん、ただ、まあ、まその地方最点にはやらなかったっていうのはまあ気にはなるけどね、やっぱその緩さの部分かなと思う。まあ、先がないのかなみたいなね。 カモンベイビージェニイン頭皮がバレバックしてるなんでバックしてるっていう頭皮がバックしてるってどういう状態だよ、ね、バックおらバックおらみたいなねそうそうそう,うえー、万が一死亡ば入りするようなあ持てたらリスナーに一株くれよっていうなんだ,だから君らはななんでノーリスクで金だけ持ってこうとすんの,そのほんと当本当ヘボいぞそれはマジでむしろだからそうやるから今お前に1億やるよとかそうだねく,くださいくださいみたいなねそうそうそう,うえ衝動買いした残りの馬たちはど残りの馬ってど,どのど の馬のことだよっていううん衝動買いなんてく一切ないわだ俺全部戦略だからうんそうそうそう,う、えー、一般の未勝利戦は終了し本場は中山海さんに組まれている出走資格が限定された未勝利戦へ出走資格を有していませんっていうああなんだっけこれこれだど,どういう意味ちょ俺もよくわかんないルールよねうんここで4着で優先出走権をここか持って連投でここ行って うん、無理みたいな。まあ、だそう。で、どうしても追ってからギアが上がりません。これはね、結構言ってた。状況でも。うん。だ追って追ってってやってるんだけど、ギア上がんないんだよねっていう。うん。まあ、だこの結局、後ろ足、友の緩さが、あの、解消せず影響してるっていう。だそこだよな、本当に。なだれ込むようなレースになればいいんだけど。うん、そうそうそう。 全力失笑、失笑してどうすんだよっていう、そうそうそう、えー、以上より皆様方の経済的なご負担も踏まえて、協議した結果、このレースを最後に引退、まあそうまあ、いわゆるテンプレ、うん、テンプレ、そうそうそう、1ヶ月後前にぶち切れてだからなんかも言見てるけど、俺、決闘からこいつやれるっていうのを、まあ、ちょっとね、ラフィアンさんの、そのなんだろう、まあ、決闘の知識レベルは、もう、もう、優うに俺が、もう、凌駕してるから、マジで、もう上回ってるから。うん だからちょっと、ま、あ全然判断できてない、あのー、ラフィアンさんに代わって、俺が、じゃあこのテンプス引き受けますっていう、そういう話だ、だから、うん。えー、田中清志長教師、もさえパンとしてくれば、と思ってきましたが、変わりませんでした。これで未勝利戦で出走できなくなり、厳しくなりました。だからそこは、ね、飯田名長教師に任せて、これ、もパンしてくるみたいな、うん、あるかもしんないみたいな、そうそう、 えカーモンベイビー、ジェルイン、後ろのお姉さん見てる。配信中、後にして。え、怖い怖い怖い,怖いな、みたいな。そうそうそう。え、これもともとのオーナーたちどうなんだっていう。なんもないよ、だから。うん、なんの権利もなし。うん。だから応援してくれるんだったらね、あの、どうぞよ、ご住人みたいな。そうそうそう。あ、どうもってことだよね。そうそうそう。えー、展開を作ることも、乗ることもできない、ダバーっていう。な、何回も言ってるけど、な、ダバダバ言ってるけど、俺、地方に降りて、ここは再調教してやってるんで。 お結果出てから言ってくれるのかなマジでっていう。君みたいな、やる前からそうやって下向いてるやつだから、人生すべてつまんなくなってんだよっていう。おう中く言ってやってるだろっていう。おう変われ変われそこは。おえー、大島なぎさんに、待金か岩清水つけろって。あ、それダビそれゲームダビスだって言ってんだろうっていう、うんい。そう、いよいよ。な。まあ、いわゆる、俺の元に来て、うん、スマイネル軍団に来て、あの初めての、まあ、レースだから。おまあ、ある意味デビュー戦よね。 う再デビュー戦、頑張ってほしいなっていう、しかも、まあ、勝負はね、あのー、あれか、あの山田君の勝負服だけど、うん、まあ、中央に戻ったときは、まあ、これの青バージョン、まあ、マイネル・リスペクトってことで、うちは、まあ、デザインはね、一緒にして、まあ、色は青にね、スマイネル・ブルーに変えさせていただきましたみたいな、そうそうそう、うえー、本当にラフィアン、ビッグ・レッドって適当につけてない、とりあえず、松井だごっホつけとけみたいなってあの、自家生産は割とそんな感じする。 あんま深く見てないよね。もうちょっとね、なんか、しっかり考えたらいいのになっていうのはあるけど、でも、アイハルハーフアナザーとか、あの辺はね、やりようによったら本当いい馬出るから、まあ、その肌馬がいるか分かんないけどね。そうそうそう。えー、展開作る馬についていく作戦かっていう、まあ、分かんないけど、まあ、とりあえず初戦だから。 いろいろやってみてって感じになると思うけどねそうそうそうう、えー。新しいパターンの後ろの女の人見てるネタ、フリやったなっていう。まあちょっとね、最近、入り物なんでもキャッチキャッチみたいなね。なそんうそうそうだっけあの,の USA か。USA な,な,な,なんとかみたいなね。どうして馬主の気性は悪いんですかって俺かよみたいな。俺は別にあのもうほんと、ね、常に安定感みたいな。 おだら君はアホなこと言うからね腹立つんですよっていう、そうそうそう。ーロジージズ・イン・メイも結局だしなってまあ最近パッとしないよね。もとちょっと前までは、なんだろう、ボケに、まあ,あ、ミスプロ持ってくるかヘイロ持ってくるかみたいな感じで濃、濃いめに、濃いめを置いとけば、やれたんだけどね。おもう最近もう、もう誰も買わなくなったみたいな。ただ、なんて言うんだろう、やっぱりセリバに行くと、サマーセルとか、オータムムいたかなお。やっぱ岡田総帥は、もう基本、ロージーズ・イン・メイは絶対見てる。 およっぽど好きなんだろうな、みたいな。そうそうそう,う。コスモエンドレスって富士奇跡合うと思うんですが、なんでゴッホばっかりつけたんだろうっていう。まだあんま考えてない可能性はありますね、みたいな。そうそうそう。うビクレット、ゴリシがこ,こ,こけたらきついなって。ゴールシ、うん、ゴールシね、まあ、ちょっとその、結局そのステイゴールドおで、まあ、 メジロマックインがついてて、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、あんまダートっぽくないんで、ね、そもそもあんま興味も湧いてないんだけど、お何にうちは肌を持ってくるよっていう、その、しバばとして優秀でも結局ね、組み合わせ配合だから、おそこ考えてどうかのかなっていうのは思いますよねっていう、うん。そうそう、てか、もう、アぶミ短いな、これ。アブミクソ短いなっていう、そうそうそう。 え今度、超絶ゴルシをし始まるんだなって、まあ、だからどういう肌馬にどうつけていくのかっていうのはまあ見ものですよねっていう、そ,うそ,ううその前にてアイルハブアナザーが何とか募集されてるけど、出資しても大丈夫、あのね、アイルハブアナザーはすぐ簡単、ボケにニジンスキーをちゃんと持ってるか、うでさっき言ったまあウォーワードとかラトロでちゃんと受けてるかって、この2点、おう特にそのニジンスキーをしっかりと持ってれば、多分中央の新馬戦、新馬戦とか未勝利は突破できる、うん、そのレベルにはある、おうだマイネル・ラッチョとか見てみなよ。 まあちょっと突破できてないんだけど、あの、その他に入って、多分二2勝あっという間するぶっちぎって。うん。まああれちょっとね、欲しかったけどね。まあさすがにやっぱり、あの、中古にならないかみたいな。うん。だと1トンも使ってないな、化ける可能性ある。まあそう、化ける可能性あるというか、化けるんだよ、これ。お、なぜならば、決闘俺は見ているから。お、マジで。だそういうのじゃないと、安く買える。なぁ、結局、マイナルテンプスだって150万でしょうん。で、こいつがダートできるかっていうのは、もう、すべてこの決闘の答えが書いてあるわけだよ。 うそうそううニジンスキーの確認してみますわそうニジンスキー、まあ。ニジンスキーがなくても、例えばあのニアリーでストームキャットとか、そういうので工夫してもいいと思うけどね。うん。ボケに何があるかって、まあ、あの一応、まああの、全然無料で診断してあげてもいいけどね。そうそうそう。うで、こいつを見てると、まあ、確かに芝っぽいねっていう、まあ、成績通りなんだけどあの、フォルティノが持っているウォーレディ、まあ、ックで、そのウォー,ワード。 のニバリバリのダートじゃもちろんないと思うんだけど、あのやれないことはないと、パワーはあると。でともパンチしないんで、前だけでもこう書いて持ってこいという感じはしてるんだけどね。そうそうそう、えー、オルフェ3区は1000枚下で強い勝ち方してるから意外とダートいけるかもしれないっていう。ねオルフェどうなんだろうなと思ったんで結構、ポーンと G1 もね、浅い派だっけ、勝ったし。 おまあ割といけんのかなみたいな。ただ、ダートなのかどうなのかっていうところと、やっぱ高いからね、今ねお。どうなんだろうみたいな。おゴルシーつなぎ寝すぎだから、ボケでスピードを補って、つなぎが程よく寝てる。 馬がいればっていう、つなぎ寝すぎだから程よく寝てるって立てるってことうーん、まあ、そうね、寝てたらもうだちょっと無理だけどね、うん、あと急接がすごい痛むから、うん、エピカレス買えばよかったじゃんって、エピカレスなんだっけなんか中古出てたんだっけうん、諦めろ。何をやねんって言う、だから、うん、スターブコジンがあって、まあ、だからスターブコジンは芝っぽく出るかもしれないけど、ただ、パワーが全くない、要はね、ほんとふわふわした馬なのかっていうと、そうは違うと。 おう、このフォルテのがしっかりとその辺補ってるよって話。うん。あとはまあちょいちょいウォール入ってるからね。うん。シーキングザダイヤ3区買いたいんですかっていう。シーキングザダイヤってどんなゲットだっけ？ちょっとおんま、あ、ま、のみ注目したことないですっていう。うん。今スペシャルの血が熱いよなって。まあ、だから、それボケに入ったときね。何回も何回見てんだけど、なぜスペシャルウィーク肌がいいのかっていうのは、それは母。 父のマルゼンスキーで、ありでなぜマルゼンスキー8がいいのかというと、バックパサーであり、なぜバックパサーがいいかというと、ブサンダであり、そこにあるウォーア・ドラトロっていう、全部つながっていくんだよ、うん。そこな、そこっていう。うん。だから結局のところね、まあ、平たく言うとマルゼンスキーが非常に優秀みたいな。うん。ここね。うん。だから、アル・ハバ・ナザはも結局、8スペシャルウィークで受けると、このニジンスキーがね、しっかりと入るし、バックパサーでパワーも入るしっていう。 おお、だ一番お,おなんかなお手軽感があるよねっていう。そうそうそう。うえー、オールモス f フォーエバーの2010はどうも俺食事持ってないんだけど、まあ、ちょっと診断しとけようか。おうまあ、テンプスの話はこんな感じで。これどうやってコメントをコピーにのか、おお、もうこれ特別だぞ、俺。もう本当ね、もう最近プロに近いからマジで。 おちょっとね、特別俺の分析をしてやるよみたいな。うん、でも芝も全然分かんないけどね。そうそうそういや。ハービンも分かりやすい、ニジンスキーのレーフあれば持ってまあでもね、芝なんだよ結局ハービンじゃね。飛びも綺麗だし。ツ、うん・ザ・ーワールドか。ツ、うん・ザ、まあ・ーワールド行こう金亀のどこを生かすかって言うと、ね、ダートだったらラストタイクン、ここ生かしたよねとお。ここに、ね、ある、まあ、まあ結局バックパッサンに繋がるんだけどね。で、それを あー、そう思ってきたかおインリアリティがあると、まあ、この奥の方に、ウォーレディック2本入ってますね、と。パワー系ですね、と。うん。これ、どっちで使いたいの芝野のダーツなのこれ。結構重いけどね。うん。なんか。お結構重めのケットを選びましたね。スピードがあんまり感じられませんけど、大丈夫ですかこれは。そういうつもりでちゃんと買ってますっていう。スピードタイプじゃないよ、これ。 おうあのね、この辺はね、嫌いじゃない。この、サドラとヌレーフの、このなんかニアリー的な感じお。嫌いじゃないんだけどお、スピードはないですよ。まあ、クラシックケットといい呼べはそうだけどもお、そこまでスピードはないですけど、大丈夫ですかっていうところを一言申しておこう。うん、そうそうそう。うえー、スペシャルウィークはだ どの方が走るっていうそうかなまあでも一応芝、まあ馬の時代はね芝っぽいっていう、そうそうそう。えー、ガリバルディ604万で買えばよかったのっていう。買わねえよ、そんな。そんな草丈は買えねえよっていう。えー、スペシャルウィークじゃなくてスペシャルなっていう、スペシャルね、ここね。うん。この、あ、これじゃねえや。うん。こな、うんな。スペシャルのクロスはね、非常に良い。あとのそのサドラとのレイフの、まあそのいわゆるニアリークロスも非常に好感が持てますと。もう一本ここにあるしね。うん。 いいんだけども、スピードの要素があんまないねーっていうところ。うん。そこどうすんのみたいな。ツアー,ーワールドでスピードの馬が出てくればいいんだけど、そもそもね。うん。それがちょっと、どこで補うのかしら、みたいな。うん。スワイルフラッシュ、<laughs> ありがとうございますってね。そうそうそう。うえー、シグナダイチチ、ストームキャット。あ、ストームキャットなんだ。うん。ね、今、結局3でありふれてるから、やっぱストームキャットを持ちはいいと思うけどね。そう,そうそう。40口で30万なら安いなっていう。40口で30万で1200万ってこと おね、え悪くないんだろうけども、そうそうそう。で、結局ドラマを中央に入れるのっていう、だから、だからなんか見てるけど、このまずはこのマイネテンプスを2勝させて中央にぶち込むお。まずこれがそのファーストミッションだな。おで、その次は来年デビューするシンバをまあ入れていくるんだけど、ちょっと育成状況見ないとまだなんとも言えないよね。 うそうそうそう。で、その中で、まあ、1と2とを中央に入れていくことになるかな、みたいな。そうそうそう。一歳で440キロ、バタイ見るとダートっぽいっていう。あ、そうなんだ。うん。まあ、ダート狙うんだったらね、非常にあのいいと思いますよ。はい。まあ、俺的には、ちょっと、俺、To ザワールドの座灰よく分かってないんだけど、この辺の奥深くね。うん。まあ、インリアリティ持ってるから、ウォーレリックは確実にここ持ってる、入ってるから、あとはグッドエクザンブルと、あの、830。 うん、があればもう完璧黄金配合みたいな。で、これでスペシャルのね、クロスとか、ヌレエフトのニヤリクロスあるから、それはなんかね、あのパワーもバッチリみたいな感じはするよね、みたいな。うん。あの、いいと思いますよ、そこは。そうそうそう。うん、ただ、ツザワールドんツザビクトリーツザグローリーか。うん。の方が、あ、ツザビクトリこれね。ツザグローリーの方が俺は多分良かったんじゃないかな。リアルインパクトのかなどっちだろう。うん、まリアルインパクトだとインリアリティのクロスになっちゃうから、あんまいまいちか。うん。 あのそういう感じで、まあ、ダノンシャンティだとねな、なおよしみたいな。ダノンシャンティでもあれか、思議すぎだから、インディアリティのクロスになるか。おなんだっけ。なまあ、ああのー、さっき言ったとおり、830とグッドエグザンプル、持ちの馬を持ってきたらいいよねっていう感じはしてるけどね、さらにね。そうそうそう。うんえー、これ絶対こう最高峰から行く馬だなってこれ、これ おまあ、これ俺のまじゃわかんないけど。うんまあ、テンプスは、どうだろうな、スタートしたいかなっていうのはあるんだけどね、ダッシュを利感じゃないからね、おまあ、そこがどう出るかって感じはしてるけどっていう、そうそうそう。うえー、アーモンダイモスペシャルっていう。うん、まあまあ、スペシャルは別にね、いろんなまあ持ってるからね。結局、サドラとか、ヌレイフとか、おうあの辺から、あの辺でくっついてくるから。うん。だそれは出るんだけど、 別にスペシャルだけではね、どうにも正直なんないっていうのもあるから、優秀なボケはどんどんやるべきなんだけどね、それ言ったらもっとラトロとかそっちの方だからね、そうそうそう、3秒くれはやめてくれよっていう、何の話やねんって、何の話やねんっていう、そうそう、アラバナザーのやつ、オメガフレグランスの17、オメガフレグランスね、じゃあちょっと特別見てやよ、今日ね、オメガ、ちょっと待ってよ、えっと、オメガフレグランスと、う、ん オメガフレグランス。これね。うん。血を見ると。あ、うん、あー、まあ、さっき言ったニジンスキーがね、ないんだよね。どうなんだろうっていう。うん。で、アイルハバナザー自体はね、結構クロスうるさいでしょ、これ。うん。バリバリ入ってるから。できればボケはね、そのクロスない感じがいいけど、まあ、ヘルトリーズンの 4×4 とかね、自身が。 うん、ノーザンダンサー4ームとか入ってるから、あんまかな、俺は正直あんまここどう行くって言ったら、うん、いかないかなっていう感じはしてるねおー。そんなイメージをちょっと今感じてますっていうか、うん、そうそうそう。パワーはありそうだけどね。うん。まあ、リアル社内のインディアリティとかロベルトとか持ってるから、おボバボバかおー。うん、って感じお。俺は、俺は行かないと思う、これは。さっき、俺はどっちかって言ったらさっきの方がいいかなみたいな。うん。 そうそうそう。そっか、じゃあ最後、これはレ、まだ、まだあるのかみたいな。レッド・イット・スノー。おーもうこれ最後な、したら。おーえーレッド・イット・スノー。スノー。おーレッド・イット・スノー。これね。あーアルハブアー・アナザーね。おーんこれさ,あさっきとは違うのか。おーアルハブ・アナザー。まあ、これも結局、ないんだよね、ニジンスキーが。 おでちょっとなー、いまいち、いまいち、俺は行かないだ。だニジンスキー持ちじゃないと、俺もう基本的には行かない。おまあ、もっと言うと、その、結局ね、アルハバナザの、その、パワーの部分をしっかりと伸ばして、まあ、だとしか俺はもちろんね、買わないからね。うん。見てるから、ちょっともかないかな、みたいな。おまあこのサドラーとかの部分をいじるのは悪くはないと思うんだけど、それ以上にニジンスキーを持ってきたい。おニジンスキーを持ってきたい。それは、 どこだっけどこにあんだっけその、アイルハブアナザーの、うん。えっ、ー、と、に、にじ、あれニジンスキーどこだっけなアイルハブアナザーで、ニジンスキーの虹、にじ、ここかお。この部分がね、結構ね、このクイルおーとニジンスキー、この部分が結構マルゼンスキーとね、うまくこうなんか、おこうなんか、 脈絡するというか、連携するんだよね。これ結構ね、秀逸だった、マジで。うん。やっぱスペシャルビックモッチ、マイネル・ラッチョっていうのはまさにそうなんだけどお、あれはいいよねっていう、そうそうそう、まだまだ成長すると思う。うん。 それやりさないとかね。うん。この二頭ともノルマンディ募集。あ、そうなんだ。うん。ノルマンディー俺あんま、ね、そんな注目しない。ってか、あの、オータムでセッターマがノルマンディーとかかぶったのがね、なんかありましたっていう。そうそうそう。えー、アイルってインブリード多くて配合しだそうでなんで買ったんだろうっていう。まあ、やっぱりサンデーの肌に合うものを探そうっていうのは、まあ今どこのね、うん、社会でも同じなんだけど、やっぱそれ、テーマだからね。そうそうそう。だ俺は、そう、スペシャルウィークとかを意識して、 るのかなぁとは思うけどね。うん。そうそうそう。やっぱ3でもう入っちゃってもう3ケけ3とかもなっちゃうんで、うん。まあそれだとちょっともう話にならないよねっていう。うん。だから、わかるよ、意図は。うん。そうそうそう。ええー、スキーパラダイスってニジンスキー入ってなかったっけなんだっけスキーパーちょっとあんま、うん、覚えてないけどアリダーって、アリダーとかね。うん。パワーパワーですねって。そうそう,そう。父カスてなご。父かすてなごって入ったっけこれ。うん。下うん。お どこ,して何おここには入ってないけど、そうそうそう。うえプリンセスオオ・オリビアならスピルバーグス当選だ。なるほどね。おだかだ何回も言うけど、まあのー、アレハバナザーは基本二人式は欲しい。3区で出てたら多分出てくんじゃないかな、これお。アナザートゥースとか。これ多分そうでしょ、これ。うん。これ。こいつは二人きこいつは持ってないのか おこいつはニジンスキーは持ってないけども、母の血統を見ると、やっぱクロスないんだよね。おまあ、これ基本。これもう血統の基本中の基本。ね、緊張と緩和。おこれ大事よね。そうそうそう。おうでニジンスキーはない藤奇跡で、リファールでお、そうそうそう。まあ活躍版ね、なんとか見ると結構な割合で、あのー、持ってる、ニジンスキー。うん、まあ、母チスペシャルウィークとかね。そうそうそう。 あと他はこれか。おうまだトースがね、少ないっていうね、お湯に。おうどこだっけ j ビスで見たんだけどな、俺おう。そうそうそう。j ビスで見た方がいいかなおう。そうそうそう。まあいいや。おうあの、ニジンスキー違がおすすめです。うん、そうそうそう。土屋さん成功してたら、相馬岩すごすぎる。どこに買う要素があったんだろうっていう。まあ、ちしかしてなんごね今日。今回もなんか、まあ、あの足毛。 あったけど、あんまね、まあ、パっとしないというか、まあ、突然変異もあるからね、結局は、うん、セーウスカイみたいにお。だから、まあこれが必ずって感じではまあ、ないと思うけどね、そう,そう,そうまあまあいいけども、まあ、そんな感じでね、まあ、テンプスお、あのうちに、まあ、スマイネル軍団に参加ってことで、おまああのラフィアンがね、あのもう見放したというこの馬を、 まあスマイネル軍団で再生していこうと。うん。やれると、ダートは。もうそれは見越しましたと。おーいうので、まあこんな感じで。おーまあでも、出世ついてるからね、これ。おーこれね、立派立派、マジで。うん。他の、なんだろう、うこれだ、ダー三3番手ってことでいいんだよね、これ。そうそうそう。 えー、キングズ・オブ・スタ・サン以外は走ってるかしかすっていう、だから、んだから今あんまいまいちパッとしないよねっていう、そ,うそう松の再生工場、まあ、そういうことね。うん、で、これは、やっぱダートの実績ある中古だと、普通に300万とかしちゃうから、それはもういらんと。おまあ、むしろ、こういう、 なんて言う,んだろうしばしかしてなくてもどうなんだっていうところを決闘でねピシャッと当てるっていう、まあ、これが大事ですよねっていうそうそう松の渡ったマイネルの魔の松はべて悲惨ってい,いやでもどんなハれを頑張ってんじゃん、うん ブレスはちょっとね、俺の、まあ、力及ばずっていうのはあったかもしんないけど、うん、まあ、ハレを頑張ってるし、テンプスも頑張ってほしいなとは思うけどね、うん、まあ、山田くんどうだってなあるかもしんないけど、まあ、どの、全機種乗り換わり、まあ、原さん以外か、乗り換わりだから、まあ、それはね、もう言うてもしらないかなみたいな、なんか、久々の C2 って響きだよね、うん、まなんかもうずっとプロバイドが頑張っても、A か B かみたいな感じで、C2 っていうね、うん、ただ、今のこの時期のその他の C2 ってもう、ミッシャーの、 中央下がりの賞金多い馬ばっかりだから、まあ、レベルが高すぎて、みたいな。B クラスよりかなり上で、なんか、B クラスよりもタイムいいみたいなね。そうそうそう。え、ハレオ頑張ってるって、しょってやってくらいじゃん。だから今はね、うん。それはちょっと入れるところ間違えても、そこもちょっと学習ね、ちょっと俺が足らんかったみたいな。今後は、あの、7歳になればね、まあ先なんだけど、クラスぐっと下がるしっていう。まあでも、ハレオがね、本当真面目な馬なんでね、あのまあ馬として良い。 うん、手間もかかんない。子供でもね、なんか体洗えたりとかできるぐらい、そうそうそう,うえ、座布団持ってくんのかなっていう、どういう意味やねんみたいな、どういう意味やねんみたいな。おまあでも本当にやれる。だからこ,の、まあ、こいつのリーズンは確かに強い。確かこいつと合わせ馬してたんだよね。うん。ハレオ。おあ、ハレオじゃないや、あのテンプス。うん。で、まあ、ちょっと遅れるぐらいだったんだけど、おまあでも相手はまあ結構よ、手応え余裕だったって言ってたからね。まあそれは元々もともと、このもう、 中央のダートでも入着してるから、それはもうね、お適正あるかもしんないけど、でも、レースになったら変わるから、もう、その、調教がけするまじゃないんで、テンプスは。そうそうそう。えー、今来た、今ん、はい、こんばんはってことでね、お今度は明日、うん、いよいよテンプス、初陣でございますってことで、そうそうそう。えー、もしダートで大化けして3勝したら、中央遺跡で2月の小倉行こうっていう、まあ、全然何でもありだよみたいな。3勝しなくても2勝できるけどね、うん、そうそうそう。俺的には、やっぱり、障害うん、のを使いたい。 うん、だからそこは、あのー、障害の練習とかは、もう,うちょん俺も乗ってやると、うん。いうので、自分で作ったまでこう、買っていきたいなっていうのはあるよね。そうそうそう。 え山田くん、座布団持ってくんのか、まあそっちの山田くんかみたいな、山田雄大くんだけどね、確か。そうそうそう、ということで、まあでも、この中央下がりでね、天皇だから、まあ、どのジョッキに乗ってもみたいな感じだから、とりあえずもちろん勝ちに行きますよっていう、そうそうそう、そうそう、谷口板金のネットワークセキュリティをどうにかして、谷口板金、IT の会社にねえからっていう、そうそうそう、なんで、まあ、あの、ね、こう、なんて言ってただ前走を見て、これ、だから、小倉、 小倉小倉小倉って書いてあるやつ。うん。園田、川崎、小倉、阪神、園田、札幌、小倉、園田、園田みたいな。お半分以上がだから転入うん。ちょっとねど,どう、どう判断しろとみたいな。そうそうそう。えー、おい、板金にウイルスが入ってるぞって知らんがなみたいな。もう自分で除去してこいっていう。えー、マイネルプロン みたいいいに障害で稼ぐ子もいるもるんなっていうそうそうそう、だからまあ、イネポンプってどんなものか知らないけど、なあの全然やれると思うんだよ、本当に。お適正さえあれば。だから、まああのー、テンプスも、なんとかね、ただ、中央に帰らない、2勝できないと中央帰れないから、おまあ、3歳になったら、3歳、4歳か、うん、になったら、えー、3勝。だからま、まずそこ。まずそこ。 4歳で3勝、もうずっと3勝ときついから、できればあのー、3歳のうちに2勝して帰る。うん、もう早くその出走させてあげたいから、そうそうそう天仏調教でもダートの時計悪いぞ、走んねえなこれって、だから何回も言ってるけど、だやる前に諦めるからお前の人生だめなんだって、これ。 おそこ変えろって言ってんだろうっていう,う。腰を全く振ってないのに腰が痛いんですがどうすれば良いですかっていう。もうそ病院って病院へっていう,そう,そう,う。マイネルプロンプトでググってみてすごいよって。あ、そうなんだ。うん。ちょっと、ね、同じマイネルとしてみたいなね。そうそう。マイネルプロンプト。 おうそうそうそう,う、えー、そういや、中央の間決まったのっていうまあ、中央の間っていうか、まあ、候補はいます。なんあのー、シンバーね、今、あのー、何とかいるんで、その中から、まあ、選んでいくのかなっていう、そうそうそう。うえー、テンプス、杉浦ジョッキー、ダメだったのっていう、まあまあ、それに井田先生がね、あの考えて選んでくれてるからっていう、そうそうそう。お,うおすごいね、これお。オープンも勝ってる。うん。だもともと芝でやって、ダメで、みたいな。で、これ、ほらほら、な、その台行って、 ダートで勝ってます。みたいな。うん、これだよこれマジで。まあちょっと時期的なもんがね。確かにうん。この年明けまでおお年明けまでちょっと伸びて3勝。勝うんでなぜかこう。なぜか高知に行くんだけど、1回ね。うん。ここ横からうんで、そっから中央採点に言う500。500あ。でも5 0万したのもこれ結構ね。勝ってんだ。これこれすごいよね。これうん。そう。そう、そう、そで。 あのいいね、これ、理想だよね、これ、本当とにお。で、障害にも走りみたいな。うん。これまだラフィアンなのこれお。あ、でも変わってるね、これおう。オーナー変わってる。そうそうそう。うえー、ジェネリンのハゲ。ただの悪口からだから、悪口からみたいな。おこれ、大原さん放送するんかっていう。どれ どれみたいな時計悪いのは立派なデータだぞ、お前はも妄想だ、何回も言ってるけど、調教が消するまじゃありませんのと、さっき言った通り、5支部出てます、園田で。 おうまあ、それはもう分かる人分かってみたいな。そうそうそう。えー、マイネル転覆、その他で転覆して終了か。まあそういう、下ばっかり見てるお前の人生が転覆してるけどね。そうそうそう。コ、えーチは中央氷のレースでしょ。だから別にここ使う必要あったのみたいな。うん。もうそのまま普通にもうコーチじゃなくてお、中央転入すればよかったじゃんみたいな。まあもう,もう一発入れとこうかみたいな、そんな感じこれ。そうそうそう。うえー、1億くらい稼いでる。なあ、これ。お,うおいしょ。まあ、1億稼いだら、うもう馬買いまくりだろっていう。 おそうそうそうな。なんかちょっと砂漠にいるみたいだけどね。うん。理想これ、マジで。ゴッホなんだ。ゴッホでも普通に行けるんだね。なんて言うんだろう、障害とか。おなあ、ゴッホ行けんのかなみたいな。そうそうそう。明日のテンプスデビュー戦、大原さんやるのって。いや、それは仕事でしょ、普通に。おテンプスまた見ると、つなぎ太めでやや寝てるから。 寝て,て長くないいいからパワーいる芝のマイナーだと思いますっていう、まあ、も,もちろんね、ずっと芝でやってるから、芝の方は得意なんだろうと思うけど、ダートこなせないやつじゃないよっていうことを、俺は決闘から分析してますっていう、そういう話。うん。明日の半世界放送楽しみだ。まあ、とりあえずね、明日、まあ、初陣なんで、まあ、そこをしっかりと、なあ、あのみんなで見守ってやる必要があるよなっていう、その上でだよ。うん。先のことは考えたらいいっていう、そうそうそう。これね、俺はでもね、やれると思ってる。ぶっちゃけ。 おうこのな、襲うまれだしおう。まあ、血統もね、どれだなくなってしまった。どっか行ってしまった。おうこれこれも違う,おう。どこ行ったんだよ、これ。もう、どっか血統行ってしまったっていう。おうまあ、非常に渋い。うん渋い血統なんで、あの、もうここにいれるか。まあ、ちょっと待ってよ。マイネルテンプスと。おう渋いよね、本当に。 おこう久々になんかヒンドスタンとか見たわ、これマジで。別にこのクロスはどうのこうのって話じゃないんだけども。あの、まあ、これから全然成長していく感じだと思うけどね、マジで。うん。ゆっくりゆっくり。だからこの馬は大事にしていきたいと思うよ、マジで。うん、そうそうそう。テンプ3名は大丈夫ですかあっ、駄なんだっけ おまシバーマンにとっては、ねばば軽くなる方がいいと思うけど、うん、そうそうそう、ケットは渋い、松の頭は薄いっていう、別にそこあの関係してませんが、みたいな、そこかそこ無関係ですみたいな、そうそうそう、えー、渋い化石ケットっていう、いや、本当に、うん、そのなんかノーザンテイスト、なんか、あのトニービーみたいな、もうそういう話じゃないけど、もうなかなかね、タマモクロス、CB クロス、フォルティノとかも、こんなん見たら好きな人はね、なんかもうよだれ、よだれもんだろうみたいな、そうそうそう。 そんなとことかね、も、まあ、あるけど、まあ別に俺は別にここで選んだわけじゃ全然ないんだけど、うん、普通に、あの万能系の血が、まあしっかりと母系にもあるんで、ダートやれないわけではないよと、うん、そういう話、そうそうそう、そのだ何レースってことで、えーっとね、ちょっと待ってよ、これ、ピュー、えーっと、こっちか、ピュー、おえーっと園田、そのだ、どけ、こんな,なんかバーみたいの、お、どけこれ、邪魔やねん、これ、あ、いた、6レース、うん。 6レース、そのだ6レース。13時45分発送。そうそうそう。あ、三十で30秒ってことで言って、まあ今日もね、あの皆さん聞いてくれてありがとうございましたで。まああの、テンプスの初陣。うん。まあ人気もね、まあそこそこ背負ってるんで、そんな恥ずかしいレースにならないというふうに思ってます。まああわよくばここで圧勝して、さっさと2勝して中央ということで、スマイネル軍団のね、本当に JRA のお、あのー、初陣を飾ることになると思うんで。